ちです。みっちゃんです。ロッピーです。はい、今日は二人に料理対決してもらいます。おー、料理対決。待て、お前どうしちゃったんだよその格好。いつも普通やね。こんな格好してる。そんな格好してない。結構似合ってるのよね。確かに。はい、かくれんぼ料理対決。何、かくれんぼしながら料理するの？いや、食材がかくれんぼしてるんです。食材がかくれんぼ。そう、今このスタジオの至る所に私が食材隠しました。なるほど、なるほど。制限時間3分以内に見つけて中華料理を作ってほしい。中華料理出したらこの格好なのね。そういうことや。なるほど、なるほど。みっちゃん、見つけられないと作れないって。そうじゃん。それではやってみよう。3階と4階にあらゆる食材隠してます。なるほど。制限時間は3分。はい、よーい、スタート。よし、じゃあどっちか。じゃあ俺4階行くわ。4階行く。よし、いた。よし、いいの見つけたぞ。やった、ひき肉ゲット。よし、あ、はい、キャベツゲット。キャベツゲット、あった、来た。カレーシチューセットゲット。待って、めっちゃもういいじゃん。もう俺で食べるもはや。あれ、あ、ここに何か入ってる。卵、最高です。卵、あ、大事な子も。あった。うわ、肉ゲット。風呂場にはない。あった、あった。エリンギゲット。あった、もやしゲット。待って待って、もうありすぎありすぎ。でも味付けがあるから。ないな。あー、食べそうだった。あった、あった。天麺だ、私の大好きな餃子の皮。いや、餃子の皮が好きっていうか餃子が大好きなんで。あー、舞茸ありました。私はもうたくさん見つけたぞ。え、俺もたくさん見つけたよ。俺もたくさん見つけたからな。よし、よっちの横取りしてやる。やばい。3階か。ちょっと待って待って、3階か。そんなにもうないから。よし、よし。あと残り1分半。1分半、あ、まだ半分あるか。よっしゃ、あっちはもうないはずだね。こっちまだちゃんと見てないよ。でしたけれども、いやでもね、材料ありすぎてもう何作ろうか迷っちゃう感じ。そうだね、うん、カレーシチューセットどう使おうみたいな。それなんだね。あんま中華にないんだよね、この食材に。ないよ、ね、基本的にルールとしては全部の食材を取ったものは使ってください、はい、まあそうですよね、うん、わかりました。美味しく仕上げます。 OK です、はい、はい、それじゃあ料理、はい、始めてください。おい、はい、というわけでまずはよっちから作っていきたいと思います。まずはですね、こちらの麻婆春雨から作っていきたいと思います。はい、入れたら火をかけます。舞茸を切っていこう。はい、開けて春雨を入れて、麻婆ソースを入れていくって感じですね。よいしょ。じゃあちょっと待って、同時にキャベツと、ね、ニラもやしを調理していこう。そうね、味付けとかもやっちゃって、キャベツか、キャベツとかもね、バー入れて。待って、キノコも入れないといけないじゃん。え、待って、キノコ、そうだね、キノコそうだね、うん、よしよし、危ない危ない危ない。そしたら麻婆ソースを入れる。ソース入れる。はい、じゃあ3分間煮込みまーす。で、その間によ、その間に野菜をちょっとしなしなにしてから、火が通りやすい、うん、胡椒を加えます。胡椒、あう、はい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 、3分経ちました、3分経ちました。はい、じゃあ春雨完了です、これで。はい、春雨完了。でよ、でよ、
で、こうもやしとか加えていくから、こっちにこっちに野菜、野菜ときのこを加えていきます、こっちに。で、もう半分はチャーハンに使います。お母さんの忙しい時を助ける砂糖のご飯、こっちにしていきます。砂糖のご飯を温め中に、はい、こちらの焼き豚を切っていきたいと思います。うわーうわうわうわ、やっちゃうこれ、やっちゃうこれ、うら、うん、うん、うん、うまい、うん、うん、はい、あ、いったね。はい、焼き豚はこれぐらいのサイズにして炒めます。その前に、卵をね、溶いていきましょう。で、卵ね、こんな感じなんですよ、今ちょっと割れてる状態なんで、ちょっとうまいことね、お椀に入れておこう。奇跡的だね、これ割れ方ね、そのまま傾けたら入るよ、これこうやったら俺、あー入っちゃったから、これを全部入れたいね、割れちゃってるから全部入れたいね、確かに。もうね、ご飯入れていきましょう。で、ご飯入れる、パン入れて、焼き豚も入れていきます。あ、これ入れないと、これ、これ入れないと。よっしゃ、いいんじゃないか、オッケー、全部の材料使ってる、オッケー。盛り付けだ、盛り付け、ポン、きた、おおおおはい、うわ、すごい。はい、チャーハン出来上がりです。はい、春雨出来上がりです。はい、あることしたみたいね、キャラ弁イメージしてね。あー、なるほどね。オッケー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 、うわこれね、いや俺勝ったかもこれ。いや待って、これ、いやそんなん作れる普通、こんなんめちゃめちゃ可愛いやん。めちゃくちゃ可愛くて美味しそうな、チャーハンと春雨ができました。ということでね、よっち完成です。はい、ということで次はりっちゃんが、料理してきて、あーちょっと待って。はい、ということで次はりっちゃんが作っていきたいと思います。まあ、中華料理ということでちゃんとチャイナ服に着替えてきました、イエーイ。いや、これでね、もう勝てること間違いなし。それではまずは餃子から作っていきたいと思います。ひき肉、玉ねぎ、人参、そして納豆をぼかすか入れて混ぜていきます。納豆餃子を作ります。はい、というわけでこんな感じで玉ねぎ、人参、ひき肉、納豆をボウルの中に入れました。そしたらこれを、調味料なんかいい感じに入れつつ混ぜていきます。なんとニンニクも生姜もないというねことなので、もう塩コショウと醤油と酒とかでなんとかなるっしょと思う。多分大丈夫、まあどうせほら餃子出来上がってからもう醤油つけるでしょ、だから大丈夫でしょ。はい、じゃあ混ぜていきまーす。はい、そうしましたら種ができたので早速餃子の皮に包んでいきます。人参炒めたりチンしてからの方が良かったわ。どうしよう、待って、どうしようどうしようどうしよう、絶対これ硬いよ普通に焼いたら。まあいっか、しょうがない、もうしょうがない、入れちゃったもん。こっから人参だけ取り出すとか無理だもん、もういいよ。まあ大丈夫、蒸すから、蒸す蒸す、うん、大丈夫、餃子蒸すから大丈夫だよ。はい、ということで餃子包めました。もうめっちゃ美味しそう見た目は。ということで焼いていきたいと思います。
いやー、美味しそう。美味しそうよ。可愛いよ、君たち。餃子焼きました。そしたらね、仕上げやっぱこれでよいしょしましょう。やだ、私これあんまやったことないの。餃子いきます。修正入ります。はい、ということでまずは1品目、てれん、納豆餃子完成。めちゃ美味しそう。次はですね、麻婆豆腐なんですけど、麻婆豆腐にしてはね、豪華すぎるほどね、食材があるので、まずはエリンギとじゃがいもかな、あと豆腐を食べやすい大きさに切っていきます。ちょっとこんな感じで豆腐っぽい形に切ってみました。うおー、長い。 OK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 。 さて、材料が切り終わったので実際に麻婆豆腐作っていきます。先に材料をちょっと火通してから、もうちょっとこいつら入れようかな。この味付けのやつを入れてきます。入れていくか、まあいいか、どうかな。はい、だいたい火が通ったと思うので、麻婆豆腐の素を入れていきます。はい、おお、すごい、ひき肉が入っとる。はい、で、煮立ったら豆腐を入れる。まあでもなんかもう結構ニタニタしてる気がするから、豆腐入れちゃいます。ちょっと豆腐全部入れると多いから、いい感じなの。とろみ液入れる前に甜麺醤入れちゃいます。どうなるんだろう、甜麺醤入れると。でもコクが出そう。でももう入ってる説あるけどね。よし、 OK。 そしたら最後、とろみ液とラエラをね、もう作ってあるので、それ入れてきます。さあ、こいつを入れたことによりなるのか、ちょっと心配はある。いいんじゃないの。よし、いい感じだと思う。とろみも多分こんな感じ。お箸では食べれない感じだよね、麻婆豆腐ってね。あとはね、やっぱね、盛り付けのね、お皿が重要なのよ。中華だからこんなのあるよ。これでいいか、これにしよう。ラーメンじゃん、もう。いや、もうラーメンだ、これ。これに入れたらラーメンだ、これ。はい、ということで具沢山麻婆豆腐完成。あの、完成度高いね、そっちも。本当ですか。いや、あなたもね、かなりもう普通だもん、普通。これもうちょっと遊び心。あ、そうそう、そうだね。もうほんま全部使ってるからね。全部使ってる、ちゃんと全部使ってる。すごいよ。納豆も入ってる、ちゃんと。え、入ってる。どこに。ここだ。それは食べてから。あー、なるほど。ちょっと怖いね。じゃあ、もうすぐ何から食べますか。いや、4つから。あ、そうですね。4つから、なら、4つからいただきます。お願いします。これはね、見た目はもう差はないですもん。差はない、はい。じゃあ、麻婆春雨かな、はい、これは、はい、いただきます。はい、普通に麻婆春雨でも、普通に麻婆春雨。普通に麻婆春雨。麻婆春雨じゃない、麻婆春雨ですよ。まあ、市販に使ってた。こっちですよ、問題。そうですね、はい、美味しそう。でもこれも、そう、そっか、ちゃんと卵もあったのか。そうなんですよ。そっか、ほんとそれは奇跡だね。うん、いただきます。いただきます。食べてない。うん、お、美味しい。うん、これまでチャーハンの素使ってるもんね。チャーハンの素も使ってるし、ちょっと味付けも加えました。はい、味はとても美味しいです。味はうわ、これ個人的な感想を、お、これまた別で言いますわ。あ、なるほどね、はい、なるほど。麻婆豆腐、豆腐丼ではなく、あ、麻婆豆腐しか入ってない。あ、もう、はいはい、はい、
あのじゃがいもとかをどうするんだろうと思って。あ、そっか、じゃがいもあんのか。じゃがいもを麻婆豆腐に入れましたが、豆腐と見間違えただろう。確かに。どうせならじゃがいもと一緒に、しかもね、もやしも入ってる。そうそうそう、いただきます。これうまそうだな。うんうん、うわ、大丈夫。じゃがいも柔らかい。おー、よかった、よかった、とても柔らかいね。うん、あ、美味しい。あ、これエリンギも入ってる。エリンギも入ってます。とても大好きです。よかった、ボイタップ、ボイタップ。やばい、一口食ってやがる。おー、よし、やばい。これは、これは美味しかった。これは進んでる。餃子、いただきます。うん、お、とてもジューシー。おー、納豆はどうですか。納豆は感じません。感じない。うん、しない。あ、そうなんだ。うん、よし、さあ、難しいね。いや、難しい、これは。これはとても難しいです。いい具材を俺らたちはゲットしたよ。うん、わかりました。はい、届きました。はい、じゃあ今回中華料理対決、勝者はりっちゃん。やったー、やった、そう、やった。なんかね、味はぶっちゃけて言うと分からん。あ、なんかもう全部、そう、市販品やから、どこをこう工夫したかみたいな。よっしゃ、ほんとにできたもん、これ。これなんか遊び心はなんか幼稚らしくてよかった。うわ、なるほど。こう上回ってしまった。上回った、やった、頑張ってよかった。おめでとう、りっちゃん。よかった、美味しくできて。あっぱれ。美味しかったよ。食べていいですか。食べていいよ、食べてください。食べたい、どうぞ食べたい。はい、ということで料理対決、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、限られた食材の中で料理作るってすごい難しいよね。うん、難しかったね。いろいろ考えたよ。いや、でもね、私ね、こういう限られた材料でも何でも美味しく作っちゃうね、料理に知ってるの。誰？このね、新中華一番っていう漫画に出てくる真央っていう主人公なんだけど、もう本当にどんな材料使っても美味しくしちゃうの。なるほどね。まあ、真央さん、うん、何者なの。え、この人は、うん、もう料理の中でもそれはそれは難しい特級厨師っていう資格を持ってる、もう超のつく料理人なの。特級厨師、うん、そう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 。なるほど。いや、でも俺も真央さんみたいにさ、料理うまくなりたいわ。あ、でもね、この漫画の中にざっくりなんだけど料理の作り方とか書いてあるから。レシピ、そう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 。あ、そっか、話の中でそういうことか。そう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 、見たらうまくなると思うよ。すごい、すごい、ムキムキな人が。なるほどね、こうやって。あ、でもこれ勉強になるね、確かにね。そう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 、美味しそうだよね。美味しそうだね。しかも、漫画だけじゃなくてアニメが10月、本日から始まります。おー、すごい、本日。そう、本日から。これが、漫画、これがアニメ化。アニメ化、はい、ということで皆さんぜひぜひ見てみてください。そしてですね、マガポケの方ではこちらの新中華一番が連載中で、で、こちらの中華一番極みの漫画もね、読むことができるので、そちらもぜひぜひチェックしてみてください。詳細は概要欄の方に記載しています。それではこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。